こんにちは、あやチャンネルのまみです。これからルビさんの、最後の、お散歩に行きたいと思います。ルビさん、この、ダイヤくん、ノエル、アクアの子ね、4匹の中でルビさんが一番お散歩が大好きだったんです。だから最後に、散歩に連れてってあげます。じゃあこれから行ってきます。ルビーマーキング王子だよねね、ルビーさん、もうルビーさんがあっちこっちあっちこっちマーキングするから、全然いつもお散歩進まなかったもんね。ルビーさん、マーキング王子のルビーさんいなくなって、これからお散歩の時間短くなるかな。ねえ、ルビさん。立ち寄る場所が少ないもんね。おはようございます。ほれ。ルビさん、もういつも吠えるのにね、ワン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 って。さあ、いいかな。行こうか。このね、歩道橋はね、ルビーがなかなか歩かない歩道橋なんだよね。最後までいつもなんかね、止まっちゃって全然歩いてくれなくってね。でマミがもうね、綱を離すと、トコ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 一生懸命マミたちの後をね、慌ててついてくるみたいなね、置いてかれちゃうからね。本当に全然こうね、リードで引っ張られると、ここの歩道橋だけは全然歩かなかったよね、最後までね。どうしてだろうね、あちこちもいろんなワンちゃんの匂いがあって、気になって気になってさっさと歩きたくなかったんかねえ。いつもここほとんどね、一人で歩いてたよね、自由にね、マミたちの後を追っかけてね。ねえ、不思議な歩道橋だよね、ルビさんのね。さあ、もうすぐダチョウ公園だよ。ね、毎朝毎朝お散歩したよね、ここね。ねえ、ね、大きな公園なのにね、いつも人いないもんね、あんまりね。静かだよね、ルビさん。ルビさんも匂いかくね、いつも立ち止まってね、匂いかいてね、もうマーキング王子だもんね。こんにちは。はい。お散歩楽しいね。ね、お天気だしね。ね、天国行ってもお散歩してね。母たんともう会ったかな。それともまだこの辺にいる？お散歩楽しんでるからこの辺にいるかな。ねえ、まだカータンに会ってないか。ちゃんとカータンに言ってあるから、ルビーよろしくねって。まだルビー1歳だからさね、カータンがカータンにお世話してねって言ってあるからね。カータンといっぱい遊んでね。カータンはね、ダイヤみたいだよ。ダイヤにそっくり。
ルビさんの好きな。だからね、面倒見もいいからね、多分遊んでくれるよ、お世話してくれるよ。向こう行っても一人じゃないから大丈夫だからね。ね、ほんと風もないし、すごい本当にいいお天気だね。ポッカポカだよ。はいはい、行くよ。ね、いつもそうやってマミ言いながら帰ってね、この辺に来るとマミがいつも言うのは、はい、お家帰るよーだもんね。お家帰るよーって言うとね、ルビさんもさっさと歩くもんね。ここの道はね、お家帰るよーの道だもんね。はい、お家帰るよー、みんな。はい、はい、お家帰るよー。はい、ノエルさんもお家帰るよー。あやチャンネル、元、保護犬たちとの、日々の様子を、お届けしています。今回は、ルビさんのね、一番大好きなお散歩の様子を、最後のね、ルビさんのね、お散歩の様子をお届けしました。2018年、10月の19日金曜日です。ルビさんの最後のお散歩です。いつものコースを歩きました。これからのね、あやチャンネルは、4ワンコではなく、3ワンコの、日々の様子になります。皆様どうぞ応援よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方、ぜひよろしくお願いします。 Thank you for watching. See you again. Bye.